はい、こんにちは、まえちゃんねまえはるです。はい、今日はですね、お父ちゃん一人でこちら紹介したいなと思いますね。2018年11月7日本日発売の iPad Pro でございますね。いや、来たね。久しぶりの僕ね、 iPad のアップデートなんでね、楽しみですけれども、ペンシルとかキーボードとかあるんだけど、とりあえずペンシルから開けてみようかね。ベロリンチョ。はい、ということでこちらがアップルペンシル、これ第2世代ですね。ここから引き抜くみたい。いくよ。すーお。デザインバイアップルインカリフォルニアって書いてあるね。さあ、この箱を取ると出てくるのかな。おいー、きたー。あ、こんな感じ。あー、こういうちょっとね、マットな仕上がりになってますね、このあたりね。で、ここだけ平たくなってるね。この部分だけ。あとは全部丸になってますね。ペンシル持つときに親指がちょうどね、この平たい部分に添えられて書きやすいんじゃないの。一応この箱の中には、あ、紙類だね。いつもの紙類がバーって入ってるだけかな。そうだね。これは特に見ないです。それじゃあもう続いてはこちらのスマートキーボードポリオを開けていきましょう。おー。ペロリンチョ。はい、こちら iPad Pro スマートキーボードポリオですね。開けてみましょう。よいしょ。よし、来た。すごい。昔の iPad みたいな入り方してるかな。あー、ビニールっぽい素材なんだね。そしてこれを開けると、おお、あ、なるほど、これが iPad Pro のサイズってことか。ポリオの中は画面が当たっても大丈夫みたいな加工になってますけれども、こっちがキーボード。おお、あ、ちゃんとこう打鍵感があるのね。そしたら最後に、いらっしゃい iPad Pro、 イエーイ、ドゥイ、ペロリンチョ。はい、そんなわけでようやく主役の登場ですね。 iPad Pro 11インチ Wi-Fi モデル 256GB のスペースグレーにしましたね、私はね。はい、こんな感じ、箱ね、iPad Pro って書いてありますね。一挙みんな、せーの、はい、おーいよー、まだだよねまだだよね。一挙せーの、はい、あ、あ、薄い、ペロリンチョ。おー、はい、裏側こんな感じですね。すごいね、スペースグレーの iPad かっこいいな。はい、そしてこの辺にはスピーカーが見えるのかな。で、この部分が Apple Pencil がくっつくところだね。こうやってみようか、早速ね。いくよ。お、あ、お、あ、結構強力。あ、割と力入れないと取れないかな。あ、これは確かに全然落ちない。はい、そしてね、今回の充電はね、ライトニングから USB-C に変更になりましたね。これすごい便利。あの、カメラからね、直接この中にデータ入れられたりとかね、あの、逆に iPhone の充電もできるようになったって、もうモバイルバッテリーいらずだよ。もうこれさえね、毎日ちゃんと充電して持ち運べれば OK。 この辺もパーフェクトマッチでくっつくんでしょ、これ。お、あ、ついた、ついた。あ、いいね。あ、こう。はいはいはい。そして2段階目は、こう。あ、ちょっと縦めにね。なんか見るとき用のディスプレイスタンドだね。で、こっちは作業するとき用って感じだな。はぁ。では、電源を入れてみましょうかね。はい。いらっしゃい。いらっしゃい。まずは設定だね。設定をやっていきましょう。はい、そんなわけで設定終わりましたね。素晴らしい。大きな画面サイズがね。で、うちが持ってた最新版の iPad はこちらね、iPad Air 2なんだよね。これ2014年のモデルなんだけど、エジン君がね、チャレンジ用で使ってるやつですね。中古で買ったかと思うんだけど、で、これが、今回の11インチの iPad Pro。どう？端末のサイズはほぼ同じなんだけど、画面が凄まじくこっちの方が大きいですね。11インチだからね。iPad Air 2と厚さ比較してみるとこんな感じですね。若干やっぱり iPad Pro の方が薄いって感じしますね。で、ずっと私が使ってた iPad mini の第2世代モデルね。これなんかとね、あの、厚さ比べると全然 iPad Pro の方が薄いっすね。薄さこんな感じですね。もう明確に薄いよね、iPad Pro の方がね。先ほど Face ID 設定してみたんでやってみたいなと思いますね。はい。問題ないね。問題ないですね。今回ね、この Face ID ね、画面が横向きになっても対応してるみたいなんでやってみましょうね。はい。
おー、いた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 。そしてやっておかなきゃいけないのはこれだよね。ペアリングプラス充電。いきますよ。ドン。あれ？来た！来た！ペアリング。接続。続けましょう。ダブルタップを試しましょうとかあるね。なんかね。え、これで OK なの？あ、かける。ああ、すげえすごい。そして、ダブルタップ。あ、消しゴム。できた、できた。そして、ここで充電ができると。来た、アップルペンシル。お、8% しかなかったから充電しといた方がいいね、これね。それで、この iPad Pro ね、なぜ今回購入したかというとですね、もちろんね、デザインがね、刷新されてすごいね、画面も大きくなって、良くなったってのもあるんですけども、やっぱりね、私としては、この前ね、あの動画にもしました、Adobe Premiere Rush。あれがね、結構使えるんじゃないかなと。外出先ね、もうノートパソコン持ち歩かずに、これで編集しちゃったらいいんじゃないかなと思って購入したのが一点。あとは、同じね、Adobe のソフトで、Adobe Sketch ってやつがあって、あれがですね、結構絵がね、描けるんだけど、それだけじゃなくて、描いてる過程をね、タイムラプスにできるのね。で、それには、やっぱり Apple Pencil とセットで、描いてるところを動画にできるってのがいいなって思った点。3色マーカーチャレンジ、この iPad Pro だけでね、完結させてもいいんじゃないかなと思った点。と、もう一つは、PUBG モバイル。あれをこれでやりたい。もうこれで、ガンガン打ちたい。この大きな画面でやりたいって思った最後でございます。じゃあちょっとだけ動画撮りましょうかね。今は、α7 III で撮影してて、外部モニターでモニタリングしておりました。こんな感じで撮影してました。はい。そしてインカムはこちらでございますね。おー、しっかり顔認証されてるね。いけるかな？これ結構綺麗だよね。あ、肌の細かいとこまで見ちゃった。恥ずかしい。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はこのあたりに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。